ダメだから。自衛官の敬礼とは、自衛官同士が海の上ですれ違うときに、上官中の指揮官が上位者である自衛官に対して行うものです。本日は本戦時訓練の指揮官である呉地方総監海将泉三世が上官中である戦闘艦の姿勢に対しすれ違う各艦が敬礼を行います。左前方から北上してきました船の紹介を行います。艦番号4203は訓練支援艦天竜、艦長は黒川明宏伊藤海佐です。天竜は呉の第一海上訓練支援隊に所属、ミサイル射撃等の訓練支援を行うことを主な任務とし、後ろの甲板から無線操縦の無人標的機を発射することができます。また本日は大司令岩沢明一等海佐が上官しており、それを示す旗、機関機がマストに掲げられています。後部デッキにありますのが無人標的機です。よー、来た来た。艦番号728は総海管制艇家島、艇長は津城和弘一等海尉です。家島は呉の第101総海隊に所属しており、海底に仕掛けられた機雷を排除することを主な任務とし、機雷を排除する無人ボートを無線操縦することができます。艦番号677は総海艇牧島、艇長は富澤啓二一等海尉です。牧島は阪神自治体の第42総海隊に所属しており、機雷を排除することを主な任務としています。時期に反応する機雷への対策として船体は木造となっています。艦番号4171は自走艦ユラ、艦長は村山和久担当海佐です。ユラは呉地方隊直轄の自走艦で呉を母港としており、沿岸離島へ物資を輸送することを主な任務としています。艦首の部分が扉のように開き、直接海岸に物資を陸揚げすることができます。引き続き見えてまいりました潜水艦は黒潮、艦長は渡辺秀樹伊藤海佐です。黒潮は呉の第一海水大軍に所属しており、親潮型の潜水艦で葉巻型の形をしているのが特徴です。